独身ナウ、浅川津です。林啓司です、えー。ヤフーが、ーあのヤフーのニュースに。 えつくコメントをね自動で不適切投稿を、うん、まあ削除すると、まあ誹謗中傷問題ですな、いわゆる、えーと、プロレスラーの木村花さんが亡くなったのをきっかけに、<ー> SNS でのまあ誹謗中傷、まあ、ツイッターもそうだよ、うん、あの誹謗中傷をその対策しようということで、うん、今、いろいろ政府と連携して動いてるんだよね。うん、いやー、これも不毛だと思うけどな、俺。だだからまあなんだろうねやっぱ数の 暴力ななんんだだと思うんだけどな俺は100人も200人も誹謗中傷するって今相当暇人しかおらへんでこんなもん200人いやいやいやだから、うん、自分がそういうふうにされたらへこむって誰だってへこむ俺へこむんけどな俺 <laughs> それそうされた経験がないからねいやいやされたいや逆にそんなに注目されたんだみたいになるわ <laughs> やっぱそれだけのやっぱハートが強くないとやっぱ生きていけないと思うし例えば何百人の見知らぬ人よりも一、うん、人のすごい 信用してた友達に言われて、お前あれは間違ってるよって言われた方がショックだと思うよ、俺。 いや、そりゃさ、俺らみたいにズブの素人だったらそらそうだろうよ。でもやっぱタレントやってたらさ、新年人から毎日100人も200人も、その誹謗中傷来たらさ、まあ自分の仕事にも影響するだろうしさ、その林くんがさっき言ってたように。うお,お前がね,ね、木村花サイドからお金もらっとんかお前は。違う,ようおかしいぞお前。いつものお前じゃねえぞお前。どうしたいや,いやいやいや、浅川さん。いや、どうした どう考えてもお前の方がおかしい,よい。いや、俺おかしくないで。俺、間違ったこと言ってるかな皆さんコメントください。誹謗中傷する側が悪いんは悪いん悪いかもしれんけど、それはね、うん、あの、モラルとしてはいけないよ。やっちゃいけないけど、うん、でも、そんなことでめげちゃうのも、してやったりじゃん。 わかるよ、わかる言ってることはわかるだから、そのさ、その、いじめなんて世の中からなくならないんだから、いじめられても、死なないようにタフな生き方しろっていうのはわかるけれど。はそっから逃げればよかっんだいや、いや、でも、だからつって、じゃあ今まで通りいじめていいですよとはならねえだろ。うそれどう考えてっていじめたやつを厳罰に処、さなければダメでしょ。いや、俺は思うに、こういう誹謗中傷して、こういうふうにってやってやったやつはいつか痛みに遭うから、プライベートで。知らんけど、お前はさ、あの、 わかんないけどその場しか見てねお前はちょっとその何お天ん様はその全部見てるみたいな感じ方な,な神様見てるね。こういうふうに誹謗中傷する人って普段からそういやいやいやい癖がついやいやいやに合うようになってるから神様。いやいやこういうのがぬくぬくと生きてんだからダメなんだよこれぬくぬくと生きてきたのがちょっと何神の水を知るやこれで BC ボーイズの人っていやいやこれはでもあれだぜ中には、うん 実際にその木村花が亡くなって、やったって喜んでる奴だっているわけだからさ、<や>誹謗中傷したやつの中には。いや、もしやったと思ったやつがいたとしても、うん、本当にやったと思ってる奴なんかもい,い,いないと思うけどいるって。だから、だからなんたいたとしよう。いたとしよう。うん、でもその人は、その方が生きていくにあたって、うん、あの、絶対どっかで痛い目に遭うから、大丈夫。<laughs> お天道様は見てるんですわ。甘いよ。やっぱ林くん甘いよな。 いや、甘くないで、これはじゃあ、お前がそれは、じゃあ、じゃあ、俺今言ってることおかしいからちゃうねじゃあ、こんなことでさ、甘い甘い、そんな生前説だよ、そんなの、林くんが言ってるから。じゃあ、じゃあ言わせてもらいや、いや、100ポイズロ。100ポイズロ、うん。その人がぬくぬくとそわっとします。うん。その人はまあ、ラッキーだったんじゃないのだから、ラッキーじゃ済ませないように追跡して、ちゃんと操作して、うん、でもさ、世の中ってッラッキーでも、死ぬから。な、うんか知らけど死ぬまでラッキーなってたまにおんねん。 なんかこう、いや別にそれは悪いことしてなきゃラッキーでいいじゃろ悪いことしとってもラッキーなやつおるね、うちの親父みたいなやつど、こがラッキーなんだよ、お前んちの時じじが。いや、これはね、結局さ、ボケてさ、わーなった状態死んだから、ラッキーだったと思うよ。死んだ後もボロクソ言われてんのに、どこがラッキーだもじゃん、もう亡くなった後だから。あと、亡くなった後にボロクソ言われてるんだから、めちゃめちゃラッキーだったと思うね。本人はラッキーだと思ってねえと思うとその死に方は。う上上で多分ラッキーとラッキーとか、死んだ後の世界とか俺、 もう別にさ、<laughs> なあたけあの人じゃないんだから。もういいよ、毎日のジジイの話は。<laughs> ジジイの話はいいんだけど、<ー>俺知らんけど、死んだ後の死後の世界は、えー、なあたあの人。結局だから、林くんは、こういう悪いことをやってたやつは天罰が下るって思ってるから、<laughs> いや、もうね、もういいや、天罰、基本的に天罰が下るっていうか、そんな世の中甘くないと思っとるし、うんで、下ってほしいとは思うよ、それは。 いや、それはもちろん、それはそうだよ。うんうん、下ってほしいとは思うけど,だけど。だけど、こんなことで別にこの自殺するっていうのはまずそもそも、うん、うん、なんか自殺するパターンとしてはちょっと弱いような気がする。これでもさ、うん、木村花さんだけじゃないからね。このリアリティーショーって、各国で自殺者が出てるからね、うんから。うん、だからちょっと俺はね、俺は木村花っていう子は、まあ若かったっていうのはあると思うし、図に乗ってここまでバッシングされたっていうことが、ちょっとショックで、メンタルが弱っちゃって、 で、耐えられないのくなっちゃったのかなって、俺は思うだけであって。 別に死ぬまでのことではないなって、俺は思うだけでやってまあ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 そりゃ、林くんから見りゃそうなんだろうけどさ、それは俺もそうだよ、別に俺からしたって死ぬほどのことじゃねえだろうと思うんだけど、くまとめてれれこ世の中的にはもう、林くんがいくらそんな天罰が下るように祈ったところで、天いや、ってねえよ、正直、木村花が死ぬほ死ぬの、別にたかれようがたかれんがはっきりどうでもいいねん、俺からしんや。 どっちにしたって世の中的にはもうこうやって誹謗中傷したら裁かれるんだよって世の中になってきたんだから。いや、でもこれはね、俺は誹謗中傷する人って でなんかいろいろ、んか、うん、その人はその人のね、生活とか人生もあったんだろうし、うん、全員とは言わんよわからんよさあ、は、うん。よく言えよ、お前。だって自分に来たやつはブロックしてんだろう、はい。いや、ブロックするでしょ。なんでブロックしちゃいかん嫌、ね、だからブロックする。るのやってるいや、お前、お前の理屈だったらそこで対話するべきだろう。<う>いや、あなたも、今まで,でとりとり対話しなあんねん。ほか、お前。あなたも今まで苦労したんですねって、どんどんもっと私に誹謗中傷してくださいねって。一言ぐらいやるかもしれない一言ぐらいやるけど、 もう、百、二百人とかおったら、俺そんなの無理だわ、もう。そんなもん、あれだわ、今川義元に、の、軍隊に突っ込む織田信長が頑張って、戦って。わかりにくい例だな、ね。<laughs> いやい、やでも、そういうことや。だから、数の論理じゃないねここは。ただ、この人が、もっとハートが強ければ、よかっただけの話かな、と思うだけなんだよね。ただ単純に。それはちょっと俺は賛成しかねるかな。 ね執着点どうするよ、これ。<laughs> <laughs> お前。林くんはさ、なんか、そういうとこで妙に弱者を切り捨てしてんだよね。え、弱者なの木村花って。いや、今回の場合は弱者でしょ、どう考えたって。いや、弱者っていうか、今で逆に弱者の気持ちになってあげてなかったんじゃねえの逆に。<laughs> いや、それはねえと思うけど、めっちゃ苦労人らしいけどね。いや、めっちゃ苦労人ってみんな言うよ、それは。 だ,えだってほら、私はお母さんプロレスラーで、うん、あの、海外の外国の人と結婚して、うん、それですぐ離婚しちゃって、その女で一つで育ててきたっていうね。うん、でもそれが絶対別に苦労とか、そういうことじゃなくて、俺はこれはあくまでも、その人の人生経験じゃなくて、うん、木村花対 SNS の VS のことを話してるだけでやって、SNS にいろいろ誹謗中傷を叩かれて、死ぬっていうのはちょっとおかしいんじゃねえかなと思ったの。この人、木村花屋に、その周りにいる、いろんなその事務所の人なのか、テレビ局の人なのか、の事務所の人なのかわからんけど、いろんな、うん、人たちのしがらみが、その狭間におって、どうにも自分の意見が言えなくて、うおーってなって、 言てたんじゃねえかなと思うんであって俺は SNS のせいじゃないと思うんだよ それだけ言いたいの、SNS で死んだんじゃないと思う、<laughs> この子は林君自身は躁うつ病なのにさ、うん、この子がひょっとしたら、そういう状態で自殺になっちゃったんじゃねえかっていう想像しないのかなってのがすげえ不思議なんで、あそ,ういうそういうことだったらそれだったら、それ言うでしょう、うん、この子はもともと統合失調症とか、いやいやいやそう、そういうことじゃなくて、だから SNS でそうやって死亡中傷されたことによって、鬱になっちゃったって可能性あるでしょう、うん。あるかもしれんねだっったたら鬱になったらその鬱にになな 人時の周りバッックアップしてくれる人がいなかったもっとやれ、もっとやれ、もっとやれって言った、やっぱりさっき言ったように、上の人が、事務所なのか、<そう S 1> プロレス団体なのか、のかテレビ局なのか、家族なのか分かんないけど、うどうにもならないのものがあったんじゃないのかね。こ SNS だけで死んだってのは、ちょっとおかしいと思うけどなこれね、SNS の制御しときゃ楽なんだって。あの、事務所とかなんかやるとややこしくなるから。 当然、その番組としては SNS のせいにしたいだろうよ、本来であればもっと制作側の責任は問われるべきでだ、うん、だ当然。うん、もちろんそうだと、俺そっちだと思う、制作側に問題があると思う、絶対そうでしょう。うん だってこれ何回も取り直したとかしとったらしいからな。そうそう,そうそうそう。おかしいじゃん、それ。何回も取り直して。リアリティじゃねえやん、それも。だからそのリアリティ番組って言われても、そもそもやめた方がいいんだって。まあまあ結論はそこになるんだけどな。結局そうだっただら、絶対リアリティだったらおかしいんで、<ー>これもさ、だってぶっちゃけさ、何ヶ月も同棲しとってさ、あれなんかあったらしいで、キスで何万とかさ。そういう,なんかそう,いう、何十万とか、絶対そういうのあるから、裏で、裏事情が。 普通にずったら恋愛とかしとってさ、リアリティなんかされたら絶対じゃない気持ち悪くないストーカーやん、そんなもん。まあ、テラスハウス自体がもうやんなくていいよって話だわな。普通に見てねえし、俺も。見てねえし。俺も見てねえし。<ー>ただ、リアリティとかリアリティのドラマとかやめよう。リアリティは、みんなそれぞれの心にある。うまいうまくねえか。あとね、その、ほら、そういうのを真に受けて、こういう誹謗中傷するような、うんうん、バカ馬鹿が絶対いるんだから。やらせだから、このやらせ。 やらなんでそこに気がつかねえのかなこれ本当俺不思議なんだけど。や,そうあやっと飲食店についたらこれやらせだから。 やらせなんだから、なんでやらせなのに、そんなにばいってあるの、ってまああえて S. N. S. の方の立場になって言うんだったら。や, <laughs> 俺やっぱり S. N. S. の責任になってきたの。いやいや、でいいだ、でもそれやらせだから、やらせに気づいてないっていうバカなんでしょだから、そのやつのこっといいや、こう<だ>、本来だったら、そんなやらせに気が付かないような、バカに S. N. S. を与えるべきじゃないんだけど。それはしゃあないや、もう、そういうこと。それもう、無理だから。じゃ、らどうせめるっったら、<ー>もう、それはもうそ、そういうリアリティの、そういうドラマを作ってるさ、制作側にも。 文句言うしか、ないでか言うかもう、うん、その制作自体を取りやめにするしかないよ。生、うん、放送とかやるんだったら、もう本当にそんなのさ、うん、やっぱもう、ま、ほら、うん、今回はさ、その木村花さんのやつを取り上げたけど、そうじゃないパターンもあるからさ、うん、ネットではその全く非がないのに、うん、あの誹謗中傷されるタレントの人みたいな、いっぱいいるわけだから。まあ、それはいるだろうけど、うん、でもその人はやっぱ、 分かってくれる人もいると思うし、ま、あその、その人あとはさ、ハートのどれだけ強いかだよ、それは。あと、ま、この人は、こんなリアリティのとかテラスハウスみたいなものに出るでいかんのだって、相乗りとか待って大嫌いなの俺。嘘やもん、うん、絶対。なんで毎回でも可愛い子とかさ、モデルさんとか出てくるんのよ。あの、絶対まあお金もらってさ、あれでやらせてさ、あたかもリアリティを予想取るだけでやってさ、全部やらせるじゃん。 まあ今回ね、こういう感じで、まあ SNS の誹謗中傷行為へのまあ対象強化っていうことでね、ツイッターラインなどのネット事業者がまあ緊急声明をね発表しているんで、 ちょっと林んが言うように、あんまり厳しくして、ネットで自由な意見が言えなくなるっていうのも、確かに危惧はするところではあるんですけれども、基本的には誹謗中傷はやめましょうっていうことだと思うんでね、ひ誹謗中傷もやめるっていうか、言いたやめよう、ここで俺らがやめよう、やめようって言ったって、無理なのは分かってるんだけど、リアリティ番組やめよう、ああいう、まあ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 、もともとな。 あんなわけないもんだって、あんなさ。<laughs> もういいよ、分かったよ、それは。はい。ということで、まあね、そういう誹謗中傷が集まりやすいような、まあ、リアリティを売りにしたような、まあ、そう,うやらせの番組とかもやめた方がしま、うん、あのね、うん、これ出演する側もまあそういうリスクが高いんだよっていうのをやっぱ考えて、承諾しないと、っていうことかな。うん、もう恋愛バラエティとか大嫌いだから俺、俺 いいレインバラエティー合おうかはい勝手にやってくれるということでねまあ今回ねそういう <laughs> SNS の誹謗中傷行為の対処厳罰化というお話でございましたはいカーズですサブチャンネルもやってます「朝カーズのラジオ別館」「カーズのビデオと猫」で検索してください説明欄にリンクもありますのでよろしくお願いします 林刑事です。段階陣営ナウっていうチャンネルもやってますんで、ぜひ検索してみてください。よろしくよろしければ、チャンネル登録お願いします。